グラント軍はアメリカ合衆国ワシントン州の中央に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は89,120人である。軍庁所在地はイーフレータであり、人口最大の都市はモーゼスレークである。軍名は第18代アメリカ合衆国大統領ユリシーズ・グラントにちなんで名付けられた。グラント軍は1909年2月24日に ダグラス軍から分離して設立された。グラント軍となった地域のインディアン文明には、内陸、サリッシュ族、ウェナッチ族、オカナガン族のものがあった。19世紀半ばに、初めて白人開拓者が到着し始め、主に家畜を育てた。ある政府役人は1879年に、この地域のことを最も楽観的なものでも将来の見込みとなるような、 何も見出せないような荒れ地と表現していた。この地域に鉄道が敷かれて新しい開拓者が到着し、経済は牧場経営から乾燥農業に変わり始めた。このことで水が必要になり、灌えの必要性が生じた。最初の大規模な灌え工事は1898年に始まったが、完成するまでには多くの年月を要した。 乾燥農業の開始とともにこの地域には主要な鉄道が3本通った。すなわちグレート、ノーザン鉄道、ノーザンパシフィック鉄道及びシカゴ・ミルウォーキーセントポール鉄道だった。さらにこの地域を流れるコロンビア側は船舶の航行が可能だった。このことで農産物を容易に運び出すことができた。ウィルソンクリーク、 クインシー及びイーフレータのような町が繁栄を始めた。ワシントン州議会が1909年2月24日に公式にグラント軍を創設し、ユリシーズ・グラント大統領にちなんで命名した。軍庁所在地はイーフレータに置かれた。当時の軍人口は約8700人に過ぎなかったが、一世紀を経てその約10倍に成長した。 イーフレータ出身の事業家集団が始めたコロンビア、盆地再生プロジェクトは、この地域をより発展の可能性があるものに変えようとしたものだった。一つは、グランドクーリーでコロンビア側をせき止めることだった。グランドクーリーダムの案が認められたのは1933年になってからであり、着工は1939年まで伸びた。このプロジェクトで地域の様相を根本的に変えることに、 なったアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2791平方マイルであり、このうち陸地は2681平方マイル、水域は110平方マイルで、水域率は3.95%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。